明日天気になれ雑貨ガールズ知恵袋。男性からの質問になります。はい、これは女性に質問です。彼氏の部屋に行った時にどんな匂いがしていたら好印象ですか？消臭剤や炭などで無臭より、アロマなど、もしくは生花の花の香り、コーヒーや紅茶の香り、その他タバコなど、どんな匂いが好きですかっていう、あ、ごめんなさい、好印象ですかですね。あ、はい、多分若い方なんですけどね、うん、彼女が多分来るえ、でも若い方、なんかもう俺からしたらそんなこと聞いてる時点でダメだけどな。雑貨ガラスに聞いてるんですよ。おっさんじゃないんです。じゃないですよこれ。横取りしないでください。どうですか水崎さん。はい、私は、あのお香の香りしてってほしいです。なるほど。あのナンバー8は間違いないと思うんで。へー、はい、じゃあ4番もいい香り。はい、お香の香りしてたらもう、キュンです。キュンです。キュンです。はい、お香ですね。お香です。なるほど、お香。なるほど、北澤さんいかがですか。私はアロマディフューザーみたいな、ああいう芳香剤の香りが好印象ですかね。逆に私はお香があんまり得意じゃなくて、うん、あねあね、うん、分かれますね。そうですね、やっぱ好みが結構ありますよね。はい、私はなんかディフューザーとかアロマとかお香とか嫌かもしれない。だったらコーヒーの匂いがするとか、そっちの方がいい。なんか男でそこまで気にするってなんか思っちゃうから。なるほど、うん、でももしじゃあ例えば雑貨屋さん、ナチュラルハイさんとかに男性で20代前半ぐらい、うん、学生さんっぽくてもいいんですけど、うん、男性で店員さんに、いやちょっと今度彼女来るんで、うん、ルームフレグランスみたいなのがいいなと思うんですけど、うんうん、って言ったら何をご紹介しますか。あれだな、どうですか、アフターザレイン。ああ、何ですか。私愛用してます。あのライフオンのハーバリウムディフューザーです。ああ、あれどんなやつですか。あれです、香水の匂いがするんです。うーん、あのドルガバの、うーん、あれいいですよね。うん、あれ男女問わずいいと思います。あ、なるほど。じゃあとりあえずアフターザレインを買っておけば間違いないわかんないけど。あ、でもあれでもいいな、あれでもいいな、あのフレグランススティック。あ、もともと匂い、あ、フラワーベースに刺して使う。あ、確かに、うん、置いてあったらおしゃれですもんね、うん、見た目も、うん、あれの方がいいかも、うん、あれだ、間違えた。あんまり匂いも強くなくて、そう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 、ね、確かに。なんか根本、あの彼女が来るから用意しますじゃなくて、もう常にそうであってほしいです。なるほど、うん、来るから用意しました、ちょっとむしろあ、普段は違うんだって思う。なんか構えすぎてて、そう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 、うんうん、普段からお香焚いてろって話ですね。はい、難しいっすね。あ、やってますね。普段からそれやってる方ね。アフターザレインもじゃん。おー、すごい。完璧。素晴らしい。いや、わかりました、はい。これもいいご意見ですね。まあ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。